こんにちは、朝日パワーマネージメントです。今回ご紹介する物件は神戸市須磨区にある中古マンションです。室内から絶景のオーシャンビューを眺めることができる素敵な物件になっております。それでは早速ルームツアーに行ってみましょう。外観はこのようなクリーム色のシンプルなマンションです。鉄筋コンクリート造の5階建てになっています。マンションの入り口付近に向かってみましょう。エントランスの入り口前は階段になっており、手すりもついていて安全です。少し奥に進んでみます。奥に進んだ先に見えてくるのは美しい神戸の海。街の木々の間から見渡せて、この日は飛行機も見えていました。入り口の横にはポストがあり、オートロックになっています。綺麗なエントランスですね。エントランスのエレベーターから1階に上がってきました。ご紹介するお部屋は1階部分、間取りは 2LDK のお部屋です。それではお部屋の中も見てみましょう。まずは玄関です。靴を収納するスペースが十分にあります。お部屋へ上がるときに段差が低いので安心ですね。玄関はちょうどいいぐらいの広さで収納スペースも豊富。お花や絵画なども飾ることができ、華やかな玄関になりそうです。次はリビングに向かってみましょう。 LDK は約 20.6 畳あり、十分な広さです。大きな窓から海が一望できる開放的なリビングとなっております。リビングからの海の景色をお楽しみください。いかがでしょうか。日常の疲れが癒されそうですよね。次はキッチンに行ってみましょう。ガスコンロは3口あり、お料理もはかどりそうです。こちらには食洗機もついていて、洗い物も楽にできそうですね。シンクも広々としていて使いやすく、キッチン台も作業スペースが十分あります。釣り戸棚がある収納スペースは、大きなお鍋やお気に入りの食器など全て収納できそうなスペースがあります。ん？奥に何かあるみたいですね。なんとマンションには珍しい勝手口がありました。手や衣類なども洗える水道もあって、とっても便利ですね。次はリビングの反対側へ進んでみましょう。廊下は人が一人すれ違えそうな広さがあり、いいですね。廊下を進んでいくと、こちらはトイレになっております。可愛らしいデザインで、便座の蓋は自動開閉になっています。収納スペースもあり、便利ですね。次はトイレの向かい側の扉を進んでいきましょう。こちらは脱衣所ですね。とっても大きな鏡に広い洗面台が嬉しいですね。洗面台の下には収納スペースもあり、バッチリです。次はお風呂も見てみましょう。壁の一面がアクセントパネルになっていて、浴槽周りなどがグレーでシックな印象です。浴槽も広々としていて、ゆったりできそうですね。次はトイレの横の扉を見てみましょう。大容量の納戸になっております。大きな家電やお布団なども余裕で収納できそうですね。次は納戸の向かいのお部屋を見てみましょう。扉の目の前には便利なウォークインクローゼットがあります。お洋服やカバンなど、たくさんの収納ができそうですね。
ゼットのあるこちらの洋室は約 12.2 畳あり、とっても広々としています。実はこちらの物件、リビングの隣に掘りごたつ付きの6畳の和室があり、冬も快適に過ごせそうです。和室でゆっくりしながら開放的な海を眺める、最高ですね。次は景色を外から見渡せるバルコニーにやってきました。屋根がある部分とない部分の両方があり、魅力的ですね。次はマンションには珍しい専用駐車場のご紹介。先ほどご紹介した 12.2 畳のお部屋の隣にあり、嬉しいシャッター付きになっています。1台分の駐車が可能となっています。ということで今回はグランフォルムスマノウラのルームツアーをさせていただきました。魅力がいっぱいのお部屋で海の景色が最高でしたね。物件詳細は概要欄に記載しておりますので、詳細を知りたい方はそちらからご覧ください。少しでも気になった方はお問い合わせお待ちしております。